こんにちは、ヤスです。今回はオーディオストックで絶対に通らない曲かっこ需要はあるのに…ということで、こういう場面でこういう BGM って必要そうだよね、需要ありそうだよねって自分で気づいて、じゃあこういう曲作ってオーディオストックで販売してみようということで審査に出したら落ちたっていうね、絶対に通らないっていう、何回もリテイクっていうか、もう再審査出してんのに絶対通らないみたいな曲っていうのが存在するので、それについてのお話。これね、うっかり作りがちなんですよ本当に。僕も以前作って落ちたことありますし、僕のこのチャンネルの視聴者さんの中でも、まあ、それ用に作って、要はそういう用途だからダメですって言われて落ちたっていう方もいらっしゃって、だからもうまず間違いなく通らない。例えばこういう感じ、好きなメロディーを乗せて遊んでね系の BGM、 要は明確な、メロディーのない、まあ、その BGM で、例えば説明文の中に自分で好きなメロディーを作ってこれに乗せて遊ぶみたいなおすすめの用途とかね、そういう使用例とかを書いた時点で多分アウト。メロディー、明確なメロディーがない BGM っていうのは BGM というジャンルの中では当然ありますけどね、もう当たり前のようにあるわけですけれども、だけど用途が問題ですよね。好きなメロディーを乗っけて合わせて遊んでねみたいな感じ、そういう風に使ってねみたいな感じで書いてしまったら、まあ間違いなくアウトなんじゃないかなという感じです。はい、次、ちょっとこれと似てるんですけれども、練習用のバックトラック、例えば、まあ、ジャズのアドリブの練習のために、そのひたすら伴奏だけね、例えばドラム、ベース、ピアノのこうバンバンバンみたいなコード出してるだけとか、まあ、ギターでコード出してるだけみたいなねのやつとかで、まあ、その使用の用途、おすすめの用途として、なんかこう練習、アドリブソロの練習用に使ってくださいみたいなことを書いたら、多分まあ間違いなくアウトなんじゃないかなという感じがします。で、次、ラップバトル用のトラック、例えばラップバトルなんかで聞かれるようなジャンルの、そのインスト、繰り返しのね流れてるようなインストで、まあ、そういう場面でを想定して BGM を作る。例えばそういうシーンが例えばアニメの中であるとかね、動画の中で一本あるみたいなんで、そういうところで使ってねみたいな感じとかで作ってやると絶対落ちる、絶対落ちる、可能性はほぼ 100% と言っていいかなという感じです。ラップバトル用の、これはつまり自分で歌詞を作って、まあ、その歌い方も、あれもあれ、ラップで言えばあれはメロディーですよね、ああいうものを載せて使ってくださいということで、多分、まあ多分じゃなくて、まあ間違いなく合うと。で、今のと似てるんだけど、例えば応援歌用のカラオケトラック、これは例えば野球場のね、シーンなんかで使われることを想定して作るという時に、バッターに立ってる、ね、バッターボックス打順回ってきた人にそれぞれ応援歌なんか流れたりするじゃないですか。だからそういうところでそういう応援歌風のバックトラック、カラオケ作って、であとは応援歌のその歌詞はそのなんか自分で後でいくらでもつけて、その主人公の名前に入れてとかね、勝手に作ってくださいみたいな、合わせて使ってください。あ、地震だ、おお、地震地震、今2023年の9月5日13時27分13時27分です。火曜日、東京世田谷区、あ、終わった、震度 1か2ぐらいかな、感じですかね。で、あれ、なんか数分前にもあったと思うんだけどねまあいいや、ということで、まあ、応援歌用のカラオケトラックなんかは、まあ、間違いなくアウトだろうということで、なぜこれらの BGM アウトになるのかなと、実際僕も昔作って、アウトになって意味わからんと思ってたけど、まあ調べてみると、はい、こんな感じでね、ちょっとオーディオストックの利用規約、これはその作品を購入するお客さん側の利用規約ね、
第3章の作品の購入というところに分類されている第10条作品の使用可能範囲の使用禁止事項っていう項目で、要はこういうことには使わないでねっていうようなことが書かれてるんだけど、まあちょっとこれね画像にして赤線引いて分かりやすくしたんですけど、とりわけちょっとうっかりやりそうな感じのところとしては、ここ複数の作品括弧または作品と他のコンテンツ括弧閉じをレイヤーし、自らの楽曲音源として公表することということ、ここまず1点注意点ね。でその下、この作品に歌詞をつけるなどなどだからね、などして歌唱する作品を作成しまたは公表することっていうところがあるので、おおむねこれここの文章の中に今最初に挙げてきた、まあこういうなんかの別の要素を取り入れて合わせて新しい一曲として生まれてしまうような使用の仕方、これねラップとかね応援歌とか、こういうところが引っかかってくるということがわかるわけですよ。だからBGM 曲としてのクオリティ云々の問題じゃなくて、そもそもそういう使い方をお客さんに禁止しているので、そんなものはそもそも審査通りませんよと、販売してもしょうがないじゃないですか。だから審査絶対通らないよっていう話です。複数の作品、まあ、または作品をレイヤーして、レイヤーし自らの楽曲を音源とすることということはまあその通りでね、うっかりやっちゃいそうっていうのはその歌詞をつけて遊んでね系だよね。作品に歌詞をつけるなどしてだから、別に歌詞に限らないとも拡大解釈できるんだよ、こういう書き方されるとね。だから新しいなんか別のメロディーを乗っけて新しい曲として誕生させてしまうっていう、要はそれを作成すること自体がもうアウトって書かれてるわけね。でまたは公表することもアウトですよって書かれてるわけですよ。だからかなりちょっと解釈がこう広がりを見せるところなんだけど、新しい作品、新しい音源作品として作るなっていうのはまあ基本スタンスとしてはある。ただし例外として、要はチップ、こうサンプリングしてね、作品をサンプリングして会員の制作する、要は楽曲の一部に取り入れること、とかっていうのはありって言われてんだよね。だからその曲を母体としてがっつり使ってその販売されてる BGM にプラスして新しい作品ですとしてしまう行為っていうのはまあアウトだけど、自分の作品がつまりあって、そこに例えば切り刻んでね、入れるみたいな感じの、その効果として取り入れるみたいな使い方はいいですよって書かれてるわけね。でこれね、例えばその要はね、この歌詞つけて遊ぶみたいなのって、ゴッドタウンってあるんですけど、見てる方いますかね。深夜番組ですっごいくだらないことを、まあ、一生懸命やってる番組なんですけど、だから当たり外れが多いんだけどね。外れの時は1分ぐらい見て終わっちゃうんで消しちゃうんだけど、その中で学校の校歌っぽいその ピアノ伴奏に合わせて、エロい学校の校歌なんだよね。エロい学校の校歌だからエロい歌詞つけて歌ってくださいみたいな選手権が あるんですけど、すっごいくだらないんだけど、要はその校歌っぽい BGM にそれぞれ歌詞をオリジナルで作って、では新しいその架空のエロい学校の校歌として作品として発表してるわけですよね、地上波で。だからああいう使い方はアウトってことなんだけど、これうっかりやりそうだよね。動画でも、ああまた地震だ、また地震、今13時33分ですね。震度1か2ぐらいかな。
ああ止まった、すごい動画撮影中に2回も地震に見舞われる。撮影する直前にもう1回あったんで、3回連続はすごくないですか、体に感じる地震で。この数分おきになんか嫌な感じだね。なかなかないんじゃないこういう地震。まあちょっと置いといて、だからまあその一つの新しい作品ですよとして、やってしまうって見せてしまうっていうのってちょっとゲーム感覚でやっちゃいそうなんだよね。でまあ当然そういう、あそういう遊びって僕いいよねと思って、僕はそう、まあ、以前ね作って、まあ、出したことがあるわけですけど、まあ、審査落ちしたまあそりゃそうだよねって、規約でそういうのダメって書いてあるから、そんなものを販売したってしょうがないじゃないですか。で、うん、なのでまあダメなんだよということが、まあ、そもそも規約で禁じられてることがあるので、利用者側に対してね。だから自分でこういうところに需要ありそうっていうか、確実にあるじゃんって分かっててもオーディオストックでは販売できないと、いう類があるので、ちょっとこの利用者側の規約も一度目に通しておくといいかと思います。本当無駄な作業をする羽目にならなくていいと思うので、一回こっちの普通の規約の方もね、ちょっとざっと目通しておくといいかな。あんまりそんななんか長ったらしくないから、うん、通しておくといいんじゃないでしょうかね。という感じで、今回はちょっとうっかり作っちゃいそうだよねって、まあなんか使う方もうっかりやっちゃいそうだよねみたいなところ、でも実は禁止されてますよっていうオーディオストックでは、まあ絶対に取らない曲、需要はあるのにというお話でした。ということで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。